はい、こんにちは。横浜ティーメンズ支店ビアセナトの金子です。今ファッションニュースで話題の当店でも取り扱いのあるラフシモンズからブランド生誕25周年を記念して豪華すぎる、いや貴重すぎるアーカイブの中から100点を再発するという発表がございました。で、今回はいつもと違う感じで YouTube を配信していきたいと思います。今回はですね、ラフシモンズの歴史を紐解いていこうという回にしたいと思います。自分で調べた小ネタを挟みながら解説していきますので、最後までよろしくお願いいたします。はい、まずはラフシモンズさんの本名からラフ・ジャン・シモンズと言います。1968年1月12日生まれです。ラフシモンズさんはドイツの国境からほど近いところにあるニールペルトというベルギーの北西にある小さな町で生まれました。インダストリアルデザインをヘンクという町にて学んだそうです。ヘンクは人口6万人と小さい町ながら自然、歴史と文化、そして芸術が盛んな工業都市だそうです。アントワープ6の天才デザイナーマルタン・マルジェラもヘンク生まれだそうで、ラフシモンズの母親アルダ・シモンズがマルタン・マルジェラの母親と同じ村出身だそうですよ。そんな彼の父親ジャックス・シモンズは軍人であり、母親はハウスクリーナー、デザイナーと言われるとお金持ちの息子さんなのかななんて思いますが、ラフシモンズさんはありふれた一般家庭で育ったそうです。両親に言われた唯一の言葉は、自分が信じていることを実行してそれを真剣に受け止めなさいという言葉だったそうです。めちゃくちゃいいこと言ってますよね。素晴らしい両親です。そしてラフシモンズ自身は少し暗い少年だったそうで、黒い服を着るのがとても好きだったそうです。この感じから察すると、とても内向的な少年だったんでしょうね。学校以外の全ての存在は音楽を中心に構築されたとラフが言っている通り、トップポップというテレビ番組、あとはブロンディやデイビッド・ボーイのような当時の人気アーティストに影響を受けていたそうです。また地元のレコードショップこそが彼の青春時代であり、彼の大半の時間と感性を育んだ場所でもあると言っています。レコード店が一つある以外は情報がなかったそうです。それこそが私がレコードを集めることから始まったと言っております。私が、これまでに購入した最初のレコードは、これ意外だったんですけど、ボブ・マーリーだったそうです。意外ですね。それからラフシモンズさんはジョイディビジョンやクラフトワークなどニューウェーブやパンクにのめり込んでいきます。周りに何もなかった分、音楽や文化に触れた時の初期衝動といったら半端じゃなかったんでしょうね。その後ヘンクにある大学で工業デザインを5年間学び、1991年に卒業しています。そこで出会ったウォルター・バン・ベイレン・ドンクの下でインターンとして家具の道に一旦進みます。カッシーナや有名家具屋さんがあるイタリアに行きたかったんですが、金銭面で断念したそうです。小さなギャラリーを見つけて、そこで作った家具を売ってもらっていたんですが、しかしそれだけでは食べていけなかったんですね。父親にもあれこれ言われたそうです。これからこの先どうするのかみたいなね。やっぱり20歳超えて社会に出ると誰でも経験することですよね。これ実際私も経験したことがあります。はい、理想と現実にもがき苦しんでいる時にラフシモンズさんに転機が訪れます。先ほど、インターンで働いていたウォルターン・バン・ベイレン・ドンクがラフシモンズをマルタン・マルジェラの1990年の春夏ですねのランウェイショーに連れて行きます。これが初めてのパリファッションウィークであり、ラフシモンズのターニングポイントが来ます。この時のパリ・マルジェラのショーの際ですね、ラフシモンズを含めて大勢の人が涙を流したそうです。この時のファッションショーの裏話で、当時のマルジェラもお金を持っていなかったため、
マルジェラはアフリカ系の人々が住む近所に行ってショーのために児童遊園を使用したいと申し出たそうです。その際その地区の子供も一緒に見られるようにすることが使用する条件だったようで、モデルも様々な人種の子供たちが混じったファッションショーになったそうです。マルタ・マルジェラのショーはラフ・シモンズの心にたちまち響きました。その時のことをこう言っています。一瞬でピンときたんだ。マルジェラのショーは表面すぎず派手でもないんだけど、とにかく何もかもがすごく違っていたと。で、ファッションやらなきゃってなったんですよね。うん。こう、かなり感動したファッションショーだったんですね。はい。そしてすぐ、ラフ・シモンズは学生服のような黒のスキニースーツとノースリーブシャツをいくつかデザインし、アントワープ王立芸術アカデミーのファッション学科長をリンダ・ロッパに見せに行きます。この時26歳だったラフ・シモンズさんは、この作品でリンダを感心させられれば彼女の授業を受けられると思ったそうです。いやー、この行動力が半端じゃないですよね。で、リンダ・ロッパはラフ・シモンズに学業よりそのままビジネスにした方がいいよって勧めたそうなんですよね。オーディションのために作った作品はそのままラフ・シモンズのファーストコレクションになってしまったっていう、すごい伝説的な話です、これ。これリンダ・ロッパーにもですね、服作りに対する情熱みたいなものがかなり響いたんでしょうね。すごいわ。そしてラフ・シモンズは伝説を作った後、ブランド立ち上げの準備に取り掛かります。立ち上げ当初、2人の女友達とコレクションを作る予定だったそうですが、その女性2人が去りまして、ラフ・シモンズ1人でメンズウェアに専念することになります。作品を見たリンダ・ロッパがエージェントを紹介し、その作品を持ってミラノの展示会に向かいます。その時の展示会で7人から9人のクライアントがオーダーしてくれたそうです。その多くが、その多くが日本人のバイヤーだったそうです。そこから考える暇もなく、アントワープに会社を設立することになります。はい、こちらラフ・シモンズの幼少時代からブランド立ち上げに至るまでをまとめてまいりました。次回はですね、ラフ・シモンズ立ち上げその後とブランドの魅力なんかをまとめていきたいと思いますので、次回もまたご覧になってください。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。